さあ3周年イベント、ね、スタミナ98マックスということでね、スタミナ回復を待ち、装備も変更してきました。さあ、そうですね、それじゃあちょっとね装備をチェックしていこうじゃないか。はい、ということでまずこいつに必要な耐性は、デイン、そして休み、あとは守備力をダウンしてくるんでね、あとは呪文耐性もダウンしてくるんだけども、実質休みはマルチだとスラマンセット食べて休み耐性 90% 取るんで気にする必要がなくなると。まあ、今回は、ソロで行くんで1個しかつけれないんで 60% カットのみなんで、少しは休みも欲しいところなんだけど、まあ 60% でなんとかしようと。こいつはね、他のボスたちと比べてデイン耐性だけマシマシにすればいいんでね、実は割と戦いやすい。まあ、1キャラ分のデイン耐性中2つと弱1つぐらいつけておくとね、割と余裕なんでね、あとは休まなければ大丈夫と。はい、そういったわけで、装備、まずは兜でデイン中で、ミラクルボディ、そして鎧下でデイン中で、まあ、盾は、まあ、これ回復盾だったら何でもいいと思う。で、イガロスネックレスでデイン弱で、ジャガンでデイン弱だから、弱が2個、中が2個、こんだけ装備しておくとほぼ全ての攻撃がミラクルボディの回復量でどうにかなるレベルなんで、ほとんど防御しなくて済むっていうね。まあ、当然3人分これだけ用意できる人なら、まあ、そもそもこんな動画見なくてもいいよと思うんで。はい、ということで、うちのサンド君はデイン中に、トロデンズボンでデイン中、そしてバランの魔石で、弱が1つと。で、シンクの巨竜の守りで微弱、中中弱微弱で、うちのアクアはこれ、水霊のサークレット、これも中なんだけどね、これマックスまでしてないんだよね。で、破壊と殺戮の鎧で中で、一応破壊と殺戮の鎧下で休みガード中、これプラス、ギガナンカレーで、まあおそらく一人は休まないだろう、全員休むとねちょっと積みかねないっていうのが怖いんでね。で、同じくバランの魔石に黄金巨竜の、守りの微弱、まあ、これぐらいなら多分1キャラなら用意できると思うんでね、そのキャラ持ってマルチに行けば勝てるでしょうと。さあ、そしてこれ紋章は適当なんで、全キャラ一応パッパと回すけど、まあ割と適当、まあ、休みか、デイン耐性を持ちましょう。そしてスキルで、こいつの弱点はジバリアとメラと炎ブレスなんで、まあ補助だからどうでもいいかな。で、サンド君は特にいい、炎属性攻撃ないんで、まあ、ビッグバンぐらいなんだけど、それだったら希望を回した方がいいかなと。はい、そして、超ビッグバンと刀身を持ってるんで、それを持っていくスタイル、まあこんな感じです。さあ、それじゃあ行きましょうか。ギガバトル最後の戦いね、初めて行ってから4時間できるんでね、行く前に可能な限りスタミナはマックスまでしておいた方がいいよと。はい、あら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 、そうか、オフでは1回も倒してなかったか。じゃあパッと2回倒しちゃおう。マルチでは戦ったんだけどね。でね、こいつの紋章見たらわかるんだけど、このギガボスさんの紋章はもらえません。これ全部6ボスの紋章、割とドロップ率もそんな悪くないんだけど、まあ6ボスいるんでね、まあ、36種類の紋章が出るんで、まあどれが欲しいっていうのを狙うのはちょっと不可能に近いんだけど、正直ね、こいつデイン耐性だけでいいし、状態異常とかあんまりしてこないから、こいつ回すのがね実は一番早かったりするんだよね。なんでとりあえずこいつをひたすら回して、でまあ防具進化玉とか欲しいのもらった後に、どうしても欲しい紋章だけ個別にボスでもらいに行くといいかなっていう。はい、ということで、もう倒してるんで死ぬとかあんまり気にしなくていいんで、まあ正直誰でもいいかなっていう、フレポ稼ぎでいいかっていう。じゃあこのちょっと波数のあるねフレンドに適当に手伝ってもらおう。さあ、ということで休みがねちょっとしんどいんで、お食事は、ね、ナン&カレーで。さあ、おっとっとね、これ初めて行ってから4時間挑戦可能、この罠があってね、マルチの方で行ってもこの4時間スタートしちゃうんで、それだけちょっと気をつけた方がいいかな。
ソロで行ってないのに、あれなんでギガボスの時間終わってるんだろうって思ったらね、マルチで行ってもダメだったっていう。だから今こっちのね、超級の方クリアしてなかったんだよね。さあということで、超級はもうね、余計なこと考えずに全力でぶん殴って終わらせよう。はい、天から降り注ぐ、これで全部デインなんでね、デインマシマシしてたらほとんどダメージも食らわないんで、この地殻変動の威力だけはほんとやばいんで、もし自分のヒットポイントが低くなってるんなら素直に防御で受けましょう。まあ今回は超級なんでね、あえて、しかも全部ミッションも終わってるんで、全て無視していってみようかな。まあ1だわな。でディバインスペル2回で 2下げ、希望前進撃超ビッグバンで、ゲージまたぎは自己デイン、これもねデイン耐性マシマシだったらほとんど食らわないんで、でこの結晶玉、はい、これも全然ダメージ食らわないんで、で地殻変動をね、あえて受けていくスタイル、はいと、ね、これはかなりダメージ食らうんで、これだけはちょっと気をつけてと、まあ、とりあえずとっとと終わらしちゃおう。はい、ということでね、超級は楽勝です。何かを脅していった。やってた感じね、ソロだとほぼ確実に一つは金袋もらえる感じだね。これ金袋。マルチだとね、結構全員がもらえない時もあるんだけど、まあ、逆に全員がもらえて一気に稼げる時もあるんでね。さあ、それじゃあパッパと上級は終わったけども、もちろん強いのは伝説級。当然落とす紋章は、全キャラ分と。まあ割と落ちるんでね。さあこっちはさすがにちょっと強いんで、ちょっと装備をね、ちゃんとデイン耐性をマシマシしてくれている人を選びたいところ。お、羽衣上に、ハグメタ鎧下、黄金竜の兜、もうこんだけマシってくれてたら楽勝だね。お、さらにジバリアが弱点で黄金竜の斧、もうこれ楽勝じゃないかっていう。まあオフで行くなら癒しそうで十分。そして一応ね、南&ギガからカレーの方にして、さあ行こう。もう実際オンだとね、もうデインマシマシにして、もうひたすら殴る、ね、草食べながら殴るっていうスタイルがね、結構確立しちゃってるんで、まあ勝てる勝てないギリギリの人はちゃんとしっかりと大事な攻撃は防御していきたい。だからさっきいきなり怒りをしたらね、この地殻変動をもろに食らっちゃうんで、この地殻変動を、ね、これもデインがないとこれで死ぬ時あるんでね、ほんと気をつけて。地殻変動が、まあ、終わるまではバトマスもあんま怒らない方が、こうやってベホマラー待ってるくれてる人がいたら攻撃してもいいんだけどね。一応おすすめはこの地殻変動をこう防御で受けてから戦いスタート。まあ、俺はアクブレでちょっと回復する予定なんで、あえて防御はしなかったんだけど。あとはゲージまたぎとスキルを合わせないことだけ考えてたら大丈夫かな。でスパスタを先にタタウタ歌わして、海賊のタタウタ、まあ、これは基本だね。これで2段階が3ターンになる。で守備下げしてくるんでね、結構食らうダメージが痛いっていう。まあベホマラーに泉だからとりあえず一発打っといて、ワインドブレイク投資で1回目のゲージをまたいでおう。で自己デイン、コンボになるようだったらこの辺のね、癒し層かなんか使ってコンボ切りを。
まあ大したことないんで、コンボじゃなければ大丈夫。で、この方向が休みがあるんで、まあ、これで休んだ仲間が多いなら待ちましょうと。で、結構なダメージ。二人分だな。どっちが先治るかをチェックしてから回復行きたい。で、こっちが治ったんで防御させて、特約。二段階下げだから下手すりゃ死ぬかもしれない。お、耐えた耐えた。休み 60% の 60% だったんだけどね、休むときは休むんで。で、ビホマラ。で、ピオリム。で、ジゴデイン来てるから防御でできれば。で、ジゴデイン。まあ46、まあ大したダメージじゃないけど、それでもまあそれなりに食らっちゃうんでね。で、ハッスルダンス、惑星割り。さあ地殻変動、まあ地殻変動のダメージがでかいんでね、もうこのまま正直ラスゲ行っても特に問題はないんだけど、まあ今回は地殻変動をちゃんと防御で超えてからラスゲまたぎ行こうかな。ここで、特約にしとこうかな。で、オンステージ立たせたアークブレード、あ、超えれなかったな。今のゲージまたいじゃう予定だったんだけど失敗したな。これ通常攻撃でいっちゃうかな。で、ラスゲ。でもこの攻撃は大したことないんで、コンボにさえならなければ大した問題はなしと。で、デホマラーで回復。方向行く前に倒しきれると楽なんだけどね。ちょっとダメージ足りないかな。これが収束すれば倒しきれる。無理だね。さあ、方向、これ休んじゃうからな。はい、数も多い。まあベホマラーまで持ったんで、なんとか。結構危なかったね。ちょっと倒しきれないかも。まあ一人で全キャラ分やるときついけど、一キャラに固めてマルチで全員火力でいくと、まあ一気にいけるんで。まあ別にこれが強いんだったら超級の方回してもいいわけだしね。はいっと、まあこれで紋章を集めて、どうしても欲しい紋章だけ個別に取りに行く感じでいいんじゃないかな。まあまずは発掘ポイントを貯めたいところなんで。はい、ということでね、6大ボスプラス、ギガボスであるゼイアン全員倒せました。はい、そして今ポイントが108ポイント。当然一番欲しいのは、はい、これ防具進化玉なので、これまでもらっちゃいましょう。はぐめた粉もらって、ランダムパネル、あおー、超モモンやトレイ。本当ランダムなのかな、これ意外にみんな同じなんじゃないっていう。さあ、そして防具進化玉ね、やっぱこれが一番欲しいと。まあ防具進化玉はもらったけどね、これまだまだここに500モモンポイントがね2個、ここには超、スキル強化玉が2個、さらにゼイアンの紋章、はい、こっちの、干ばつの玉、ヒャド 25% カットで、ここにも紋章、まあこの辺全部もらうんで、まだ結構ねやらなきゃいけない。そして魔王鍵も当然もらっときたいね。たった10ポイントで魔王鍵もらえるんならこいつは美味しい。いただきますと。お、ここつながった。まあこんな感じでね、ちょっとフルコンプリート目指してね、このゼイアンさんずっと戦おうかと思います。さあ、そしてね、現在はまだ、3周年始まっていません。
ために貯めた64,500、もうちょっといくと多分66,000ぐらいは貯まると思うんで、220連の多分11連だと思うからね、242連、まあ250連ぐらいいけそうな感じだね。さあ、ね、3周年終わったら一体自分がどれだけ強くなれるのか、楽しみです。それじゃあね、多分ね、時間のアップのタイミングの問題で、おそらく3周年福引きの動画の方が先に上がると思うけどもね。まあこの後さらにギガ伝説級のボスとか来ないんであれば、まあ今回のイベントはもうこれで終了ということになります。さあ、それじゃあね、まあ今回終わりであれば終わり、追加があればなんか撮りたいと思うんで、一旦さようなら。それではね、一応福引きの動画お楽しみに。